プレーナンバー4の23、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣14ヤード、試合時間残り1分18秒。QB サーク。タッチダウン。クォーターバック15番パスを投じようとし大きく後ろに下がりましたが、この時にプレッシャーからボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのはリードイフォートエールズ、抑えた場所がエンドゾーンでしたのでタッチダウン成立です。リードイフォート6点獲得。エンドゾーンに持ち込みタッチダウン。